神奈川県にある川崎市立川崎小学校はアクティブラーニング型の授業にいち早く ICT を取り入れ、主体的に生きられる力を培うことをモットーに、2014年から富士通のスクールタブレットを活用しています。マーナビケーションは、児童生徒がタブレットに書いた意見や回答を大型提示装置などを用いて共有することができるソリューションです。今日のルーブリックはタブレットを使って友達の意見につなげようだから、友達の意見を見て、あ、これってどういうことなんだろうって質問も付け出し、反対もどんどんしていいので頑張ってやってください。はい。子どもたちは資料を見たり相談したりしながら、サンマが出荷されるまでにどのようなお金がかかるかについてタブレットに書き込んでいきます。そして子どもたち一人一人の意見が大型提示装置に映し出されていきます。マーナビケーションを使いたいなって思うときは、やっぱり友達の意見とか、あと自分の意見に固執してほしくないときに使うようにしています。友達の意見が見れることによって、なかなか挙手が苦手な子たちの、あ、私と同じ考えの子もいるんだっていうことで挙手ができるようになったりだとか、あとは自分と似ている意見に対して付け足しや、あと自分と違う意見に対しての反対などの意見がいつも以上に多く出るようになりました。はい、じゃあ課題、サンマが出荷されるまでにどのようなお金がかかるでしょうか。大型提示装置に映し出された友達の意見に対して子どもたちは活発に発言していきます。私も林さんと同じで船とかを買う時だと思います。じゃあ加工工場って言ってる人に質問で、その加工工場でかかるお金はどんなものなんですか。国語でも算数でも話し合いをしたりするときにはマーナビケーションを使うことによって、自分の考えていること以外の発想が友達の意見によって生まれてくることで、より良い学びになるのではないかと考えてマーナビケーションを使うようにしています。知恵玉は授業の一連の流れの中で児童生徒や教師の学習データを自動的に蓄積し、あらゆる場面に有効活用することができるソリューションです。ライフが作られたことについて考えを交流しよう。子どもたちは大仏が作られたことに対して意見の根拠となる資料を活用しながら多面的に話し合っていきます。カメラで撮って印をつけて提出ができる。で、さらにそれを一瞬で40人近くの子どもが共有できる。そこから子どもたちが誰々さんの資料を見て思いついたんですけど、これに上書きしていいですかみたいな形で、どん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 枝分かれしていくように子どもたちの考えが、思考が深まっていく様子がすごく見られたのがとても良かったなと思いました。なぜかというと、これって平和を求めるために作ったじゃないですか。大仏を作ったのには意味があるかもしれないけど、少し一つの意見から賛成や反対の発言につながり、話し合いが広がっていきます。我が国を安定させるものだと考えとか、いろんな大きい建物とかそういうものを作れるようになったから、大仏作りっていうのは今にも関係してると思うので無駄じゃないと思います。導入した時にはタブレットと使うっていうことが目的になってたんですけど、最近は本当に道具の一つとして教科書があり、ノートがあり、タブレットがあるっていうような形で、自然と自分の学習のツールの一つとして子どもたちが受け止めているのかなという感じはします。知恵玉に提出した書き込みをした資料が残っているので、発言ができなくてもこの子はこういう考え方をしていたっていうのが分かりますし、確かな評価にもつながっていると思います。川崎小学校の研究協議では、教師間における意見交流の活性化のためにタブレットを活用しています。学年で授業の話などをしたりするときに、その時にどんな話し合いのテーマでやろうかなとか、課題はどうしようかなって考える時に、その去年のデータがあると、あ、こんなデータでやってたんだとか、こんな課題でやってたんだということが分かるので、やっぱり情報の蓄積とか共有しやすいのがタブレットのいいところかなと思います。
研究協議っていうのは簡単に言うと事業を振り返ってどこが良かったか、どこが改善点があるか、そしてそれを明日から生かしていくっていう、そういうためにやるんですが、 ICT 機器を入れていただいたおかげで、いっぺんにどのクラスがどういうこう事業をやってきたか板書が一目で分かる、そういう良さがあって、でそれをすぐ選べて拡大して比較することができるということで、研究協議の質的な高まりとか深まりっていうのは間違いなくあります。誰でも安心して過ごせる集団ということで、みんなが手を挙げてみんなで学んでみんなが良くなる、そういう集団作りをしてきました。川崎小学校のルーブリックですが、 ICT を活用することについて設定してあります。自分なりに ICT 機器を活用して学習を深めていけると、目的に応じた使い方ができるようにしていくということを目指しています。話し合いでその自分と違う意見がある、付け足しがある、質問があるっていうことを認識するためには、言葉だと消えちゃいますよね。それが ICT 機器だと残りますから、選んで意見を言ったり考えを膨らませたりとか、そういうことで大変こう有効なものになっています。授業自体が間延びしていくんですね。話し合いのテンポが遅くなるんです、その機器に集中したりして。そういうデメリットは当然最初は出てきます。でも長い目で見ると効果的だなっていうことを期待して活用するってことが大事になります。それと大事なのは、使い方の練習をするっていうことよりも、実際に授業の中でもう即使っていく、そしてその授業の流れに応じて子どもが目的に応じた使い方ができるようにしていく、先生もそういうふうにしていくということで、辛抱強く活用していくっていうことが大事かなと思います。最終的には自分の必要な情報を集めて、そして自分で考えて新しいものを作り出すような、そういうタブレットの使い方がイノベーションにつながる学習にできたらいいなというふうに思っています。学習の場で安心してお使いいただける富士通のスクールタブレットとケースルー12ソリューション。富士通は学びを通して一人一人が夢に挑戦できる未来を皆様と共に作っていきたいと考えています。川崎市立川崎小学校で活用されているタブレットは、富士通のアローズタブ9506-9584です。9506は教育現場のさまざまなニーズを形にしたスクールタブレットです。本体は子どもでも持ち運びしやすい 10.1 型、教科書やノートなどと一緒に机に置けるコンパクトなサイズ、キーボードの裏にはゴム足をつけ机から落ちにくいように配慮、さらに学校の机の高さを想定した76センチの落下試験を実施し、万が一机から落ちても安心の堅牢性、付属のペンはまるで紙に鉛筆で書くような自然な書き心地を実現。また校庭や理科室などでも安心して利用できる防水防塵設計、 ICT で教育現場をサポートし続けている富士通だからこそ実現できた学びの場で安心してお使いいただけるスクールタブレットです。